わ国<け>私の名前はひものちゃんって言います。 何かありました。この数日間で。数日間とかじゃなくて、俺が休んでるみたいじゃん。休んでねえよ。イラスト素敵です。あ,ありがとうございますそれ。それはね、言ってあげてください。熱が下がらないです。コロったリアルアルミピングを作りました。ありがとうございます。ええー、とですね、あの、皆さん、私はですね、あんまりオープンの配信でね、あの、言わないんですけれども、あの、ついにですね、あの、しれっと終わらせてきたんですけど、僕あの、バイクの免許ね、取ってたんですよ。ずーっとコツ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 。 あの本日ですね、まだね、あの免許センター行って学科の試験受けてないんですけど、あの技能はね、あの無事一発合格しました。あの僕以外の2人は落ちてました。<laughs> 3人受けて、2人落ちてて、すげえなんか、立ちこけしてた。で、僕だけ受かってました。 やったー。初めてだ自動車系の勉強。高速やっと乗れる車持ってなかったけど。あとお勉強して少しね、免許センター行くだけ。大型またがれるの ?400 までね。普通2輪ね。絶対動画とか上げないけど。伸ばされるって話え全然伸ばされなかった。 うん。超勉強したから。ドライブ配信。いや、怖いって。バイクは死ぬから事故気をつけてない。いや、言われるよくそれ。バイクは死ぬ、バイクは死ぬって。言われる。中型バイク届いたらラーメン食べに行こうって。いや、いいよ。あとね、バカがね。あの、ダイエット飯食ってねえじゃねえか。今日あげてない、あげてないって言ってたけど、写真撮ってあるから、この、腐れどもがよ。投稿が連続して被るとね、あんまり良くないからあげてねえだけで、食ってっから、ちゃんと撮ってっから、この、バーカもうずっと続いてるわ。 見してってとあるっつってんじゃん、気持ち悪いな、本当に。キャベツ飯どこまでな、お前、ほんと、インスタにストーリーであげて。え、いいから、デブは黙ってて。デブがデブのこと言わないでくんないやめて。いい加減にして。自分の容姿があんま良くないからって、人の容姿のこと言うのやめてくださいませんかキャベツに何かけて食ってんのオリーブオイルとガエンだぞ、この 昨日のプレミア効果見たんだけど、バリバリ地元では、はぁっとかって言っちゃったわって。やっとこれで撮影バイクで行けますよ。ブーンブーンシャカブーブーンインフルエンサーみたいな食事あ、俺が何その美容系の どうしたんですかあ初めての人はこの音割れゲーとかっての分かってないからな、ね。朝はスムージー。いや、朝食ってねえ今日。うちもサラダは、えー、お塩オイルが好き。忙しくてっていうか、なんか集中してると食べれなくなる、ご飯。何かで集中してるときさ、もうあまりにもさ、アスアス、ペルペルかもしれない。あまりにペルペルすぎて食べれなくなるご飯。あと俺ね、集中してるとね、あの人から何か言われたりね、あの物音とかすごい気になるタイプだから、あのなんかこう、逆に気になっちゃうタイプなんだよね。だからカフェで勉強できるって人すごいと思う。 あれ、ゲームとかもできない。音楽聴きながら。うん、う無理なんだよね。本当は3食適量が一番いいけど、ハードスュールの気持ちはに難しい。あ、いや、ちょくちょく食べてるよ。お腹すいたなって思ったら、なんかダイエットにいいやつは食べてたりするから。別に大丈夫だよ。3食きちんと食べないと逆に太るから食べた方がいいんだよって。あいや、はい、ありがとうございます。ま、頑張ってる方だと思うよ。おやつはナッツで、おやついらんよ。でも痩せてる人って食ってないからね。声痩せてるあ、俺が俺が声痩せてる人ってこと無理のない程度に頑張ってくださいって。そうだよ。1日1食しか食わない。 ええー、痩せてる人あと運動しなきゃね。運動全然できてねえや。この間歩いてから。見る見るうちに、あれしそう。今の飯だと。で、コンビニが最強だわ、みんな、結局。もう、めんどくさくなっちゃってさ、コンビニで全部揃えてるわ。同じような飯を。高くねえ高いそうかな一食200円プラス100。 え、そうかな高いかなええ、俺一食300円ぐらいだけど。一食350円ぐらいだけど。どういうことだってサラダチキンでしょで、あと、キャベツでしょこれで300円ぐらいでしょで、えー、っと、無印良品のあの食べるスープでしょ終わりやん、これで。あと、追い越すでしょだから、まあ、500円ぐらい一食。ええー、やん !OL かよって。じゃないと痩せねえんだもん、しょうがねえよな。500円で済むの、5 600円で済むんじゃないの多分それだったら。わかんねえ。ガーって買ってるからわかんねえや。 動物性タンパク質は必ず取って。ああ、それね、言われなくてもね、どうせ僕あの、人からご飯誘われることが多いんで、行くんですよ、よく。そういうところに。だからそういう時はもう食べちゃおうって思って食べてるから大丈夫。で、次の日に調整するみたいなことをやってる。そういう時は、次の日に3食全部ダイエット飯にして、その次の日もみたいな。かチートデイってかしゃーないよ。それでリセット。まあ、チートデイとかよくわからん。筋トレしてないからないって思ってる。まあ、辛いけどね、もう慣れてきた。昨日のプレミアはよかった。ん今日の方が良いよ。 暴飲暴食しなければいい気がするって。でもね、イライラするとね、本当に暴飲暴食したくなるよね。今日めっちゃマック食べたかったもん。飯誘われて断ったらノリ悪いとこ思われそうって。マックド食べるのえ、マックドっていうのやめてくんないマジで。マックだから。やめて。いい加減にしてほしい。そこシビアでうち。どっちでもいい。時代はマックなる。何それ。フィレオフィッシュ食べたい。えフィレオフィッシュどうかなフィレオフィッシュ。うーんー、まあ、マック マックで一番うまいのはポテトで決定してるんだけど、一番うまいのはサムライマックだよね。うわ、食いたくなってきた。で、ビッグマックはほうえー、っと、ダブルチーズバーガー頼んでるやつはやばいやつ。あ、いい、いい、あの、うん。大丈夫だから、ダブルチーズバーガーの人たちはね、すごいね。チーズバーガー二つ頼めばいいのにわざわざ頼むんだからかっこいいね。えマック食べない。最近思ったけど、マックより全然バーガーキングの方がうめえよな。<laughs> モスバーガーも全然なんかちっちゃいのに長いし出てくる時間。あのモスバーガー好きって言ってるやつは小食だぞあれ。あんなちっちゃいので満足すんのか。お前やっぱデカさやろ。ああいうファストフードっちゅうのは。ベーコンレタスバーガーなら良くないか。どうなんだろう。ビッグマック一択コカ・コーラゼロ飲めばカロリー移設されるよねなんかあれみたいなことでサンドイッチマンの伊達さんみたいなこと言ってるやつがいるな。唐揚げは太らないらしいよ。 そうなんだ。絶対太るけどな。油もんが一番太るからな。バーガーキングまだ行ったことない。そうなの。ケンタッキーはなんて訳すのえケンタッキーえケンタッキー。略さないやろ。ケンタとか言わんやろ。えケンタなんて言うんだなんか恥ずかしいわ。ケンタッキーやろ。 はまたみんな、あの、いいもんやめないよ。え、ケンタッキーっていう俺あんまり略さない。君たちみたいな人がね、横文字使ってかっこいいと思ってね、エビデンスはエビデンスはみたいなこと言い出すね、社会人になるんだよ。ね悪いですけど、横文字使ってかっこいいと思ってるマジで痛い人。変わらんぞ、あれと。恥を知れ、恥をって。西丸師匠も言ってるわ。ミスタードーナツは同略す ミスド。ミスド値上がりするらしいよって。何でも値上がりするって。みんな。イントネーションも中。はえどういうことミスドだよねえなんて言ってんのミスドえ,え関西プライドバレた関西プライドもしかしてバレました西方面の皆さん。西方面の皆さんバレちゃいました関西のプライド。え恥ずかしいプライド。これよくわからん。 関西でも同じだよバーカってまあ、何関西のくせに生きがって <laughs> ねえねえ日本の人ってどこだっけねえどこねえ東と西どっちにあるのかなかっこいい今西のアピールしてた人かっこいいな本当にうらやましい東京じゃ勝てない最高惚れますかっこいいすげえすげえ本当に <laughs> ガチでどうでもいいわ本当にどうでもいいなんか西だろうがあれだろうがネットでは関係ないからどうでもいい 14歳に東京初めて行き、すぐ好きになったわって。んま、あ俺東京あんま好きじゃないんだけど。<laughs> <laughs> なんでかっていうと、 あの、特に、別に面白くもなんともないね。変わんねえし、お店。あの、普通の他の首都圏と。あんま変わんなくねどこが好きなのてか、あんま変わらん、国内で。あの、正直あんま変わんないわ。俺ん中で。関東だったらあんまり変わらん。群馬ぐらいじゃない群馬、栃木辺り行くと結構遠いなと思ってくるけど。日本でここ行ってみたいところいや、なんかね、住みたいところはある。わかんない。まだ行ってないからわかんないけど、一回西に住んでみたいなって思うけど、今住んでるところがちょっと良すぎて、俺ん中で。全部が揃ってるから、もうこっから 起きたくないなんかこ本当にタワマンとかもすごいいいところも興味がないしそこら辺は配信ができて動画撮影できてであらかた普通の車持って普通のバイク持ってだったらもう何でもいい正直本当に何でもいい実際どこ住んでんの教えないターマンじゃないとセキュリティ的に無理えそうまあ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 何でもいいよ住んでるところはどうでもいい別に普通の古い一軒家でも住めるし俺 今配信してる匠ってあの匠え俺があー違う違う。 うん。あのー、浮気されてる方の匠。一番住みやすい県として福岡が上位らしいねって。あ、そうなんだ。えー、今度福岡行くからさ、来週福岡行ってくるから、あれするわ、みんな。確かめてくるわ。本当かどうか。海外行く予定はない。国内からまず。そうあ。来週ロケットランチャー落ちてたとこ行ってくるわ。オフ会じゃない。撮影。撮影と休暇。休暇ではないけど旅行。手榴弾も落ちてるぞって。マジで。お土産に手榴弾持ってきてねって。Why the f u って言わないと。俺らも。キモちゃんなりの福岡のおすすめの場所教え てねっていや分かんない俺社員旅行じゃないようんボツになったらサブちゃん温泉いや分からん福岡よう分からん地方はあんまり。 福岡だけンチじゃんって。社員旅行あるのない、うん。昔はちょっとだけあったけどない、今は。福岡の会場探しはライブ乗って。あ、しません。社員何人いるのって。んいないよ。社員じゃないよ。あと、社員のは一人もいません。一人です、僕。修羅の国最高って。はい、えー、というわけでですね、本日このね、えー、プレミア公開を皆さんがちゃんと見てくれたら終わります。あ、終わりますじゃなくて、今日は配信やります。コメントの分、おすすめから来ました。和国、マジでやばい、前編も見た方がいいよえー、です。 よろしくお願いします。